皆さんこんにちは本日は縦堀城をご紹介します縦堀城は現在の千葉県千葉市にあります昔のカズの国ですアクセスとしては JR 鎌取駅から徒歩20分ほどです駐車場はありませんでした現在の縦堀城は場所がわかりにくいものの見事な空掘りや土塁がありますので ぜひ行ってみてみいいただければと思います場所によってはマムシが出るようで注意書きがありました私は運よく遭遇しませんでしたが十分にお気をつけください私が行った場所は大きく2か所に分かれており一つの小規模な遺構は城東側の老人ホーム脇の道から降りていき小さな祠がある場所です道を作った際の 構成の改変があったため、城の意向と断言はできないですが、見学しました。竹が密生しており、なかなか苦労したのですが、帰り道に滑って尻餅をすいてしまいました。幸い、竹林ではなく舗装された道路の方に転んだため、怪我することなく見学を続けることができました。もう片方の場所は城の意向と言えると思います。 私が見つけたのは2つの道で、1つは城の東南方面です。老人ホームの脇道から道なりに進んでいくとたどり着きます。マムシ周囲の立て看板が目印になるかと思います。もう1つの道は私が通り抜けた場所で、城北側の工場のあたりに道が通じています。他にも西の最上や北の方にも道があるようでしたが、 私は途中まで進んで引き返したため、確認できませんでした。縦堀城の歴史については、概要欄に記した参考文献を参照しております。縦堀城は、都川の支流を南に望む標高40メートルの大地の先端部にあります。伝承によると、完成に至らるままに廃城になった、 または平川城の前身などと言われているようですが、具体的には判明しておりません。意向としては、保存度の良い高さ約2メートルの土塁と、幅6、7メートル、深さ約3メートルの空堀に囲まれた方形の短角です。参考文献に図が載っています。残念ながら、クロアの内部は矢部が広く、その全貌を確認することはできません。 参考文献にも同様の記載があり昔から雑草で見にくかったようですが小口と土橋が設けられているように伺えるととのことです。さらに参考文献には縦彫り上司は規模はさほど広くないが堅固な土塁や空彫りに取り囲まれた室町時代後期の出城としての機能を持った城郭と考えるのが妥当であろうと記載があります。 発掘調査はもちろん遺跡の保存もあまり実施されていないようですのでこの先研究が進み整備されていけばよいなと願っています。ごご視聴いいたた。だきありがとうございました